はい、どうも、師匠です。デトロイトビカムヒューマンやっていきましょう。カーラのターンやね。あ、これ話聞けるパターンか。ん？ちゃうな。国境越えやな、今。あ、外見れるって感じ。街中を探し回っているみたいなのよ。うわ、昨日のことでみんなピリピリしているの。撃たれてるやん。そうか、マーカスがあれしたもんな。もうすぐ着くわ。ここはやることないな。アンドロイド撃たれてたな。あいつも変異体になったからかな。そういう感じではなさそうやけど、ちょっとなんかできることない。あ、使う。何これ。あ、音楽かけるってこと。国中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、はいはい、国全体が麻痺状態に陥っています。現在、そうなの。学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。アンドロイドがみんな国に。特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわ、ね、いや、止められた。おいおいおい、もう一回じられんか。あ、着いたね。どこに連れて行かされんやろうな。とか車も自動運転やね。いいな、便利そう。手を貸す。オッケー、こっから動かす感じか。はいはいはい、とりあえずチェックしようか。ローズと話すだけやね。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。あ、ジェリコ。着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。マーカス合流すんねや。そのバスに乗るの。おお、国境を越えれば安全。ジェリコ少ないけど。あありがとう。弟がオンタリオにいるわ。住所をあげたもんね。落ち着く。オンタリオ。かくまってくれるはず。お金パクったからな、コンビニから。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。オッケーオッケー。気をつけてね。いやー、ここからちょっと緊張やな。どうなんやろ。頼んだわよ。さあ行こう。よし。ブズブズしてられないぞ。ジェリコに向かうか。ローズに別れを告げた。ジェリコを見つける。おお。やっとか。ジェリコはどこや。なんつってたっけ。とりあえず。こっち行くか。ついてきてる？来てるね。なんか喋ったりできんのかな。できんか。とりあえず進もうか。なんか来そうやな。お？あ、この箱。マーカス同じ道辿ってんね。ってことはコナーもジェリコに来るんか。うわ、これ3人集結やん。胸熱やな。あ、ジェリコ着いたね。大丈夫か。警察とか張ってない。他にやることはないね。よし、進もう。この視点がすごいな。お？急にムービー入ったな。おお、全員アンドロイドや。
アンドロイド回収。そうか、もう人間はアンドロイドと共存できひんって思ってるんかな。暖かい場所、アリスのために暖かい場所。オッケーオッケー。どこや。ちゃうね、手術してんな。みんなで見てんね、テレビ。ジェリコ潤ってんな、前より。めっちゃ物資あるやん。トラックパクってきたからな。暖かい場所どこや。あ、あった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 、これやね。具合はどう。暑いんだけど、でもすごく寒いの。暑いけど寒い。熱か。立ち上がる。肘のパッチが可愛いな。この子アリスの服の。マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。オッケー。話したいことがある。アリスのことだ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。頼んだわよ。お？アリスのこと。なんやろな。あ、これでコナンのターンや。うわ、やばいな。ついに終結やん。あ、カーラ、気づかれないように気をつけろ。あ、なるほどね。カーラにバレたらあかんねや。マジか。なるほど。ってことはこっちから行けってことやな。怖っ。カーラにバレたらあかんって、それはそれでおもろいな。逆の立場になってんね。ここ下くぐってって、え、あっこ行ける？あ、そっか、顔見られへんようにすれば行けるか。これなんや？ C4 爆弾か。貨物船に罠が。え、どういうこと？罠が爆弾、ここ爆破するってこと？おお、アメリカがロシアに。あとはどこや、どこ行けばいいね。とりあえず上登るか。あ、うわ、出た。怖いぞ。え、なんか急に止まってんけど。なんかボタン押してもうた俺。うわ、次カーラや。マーカスを見つける。どこや。マーカスはどこにおんねん。奥の方におりそうやけど。時間がないって言ったもんな。はいはいはい。アンドロイドが。あ、おった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 。これやね。思い詰めてんな。女の子とアンドロイドと3人で国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろ。
町中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。いや絶対出るやろこれ。働いてたやつがいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから後で届けさせるよ。ありがとう。話早いな、マーカス。女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。いや、アリスは別や。絆、人種は関係ない秘密。絆。お互いに必要としてる。ただそれだけのこと。いいね、人間っぽい。で戻る感じか。このこいつなんか怪しない今のやつ。よし戻ろう。次コナー来そうやな。コナーどこにおんのやろ。あアリス、えええ、ちょ待って、アリス。アリスもロボットな。マジかよ。衝撃やねんけど。え？気づいていたんだろう。でも気づかないふりをした。あの子は母親を、お前は愛せるものを欲した。マジか。お互いにな。でもそれでいいんだよ。あの子がアンドロイドだと知って愛情を失った。いやー、そうやけど。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。いつから？お前の望むような少女となり、お前は母親になった。自分マジか。相手の望む存在になった。それが生きるってことなのかもな。やばい、全然話入ってこへん、衝撃すぎて。やばくない？まさかやな、それは。ってことはもうアンドロイドやん、全員。マジか。マジかよ。うわぁ、だってアリスやもんな、これ。どう考えても。マジか。てかコナーどこ行ってんやろ。コナー探しに行く。まあ戻るか。うわマジかよ、バリ衝撃やねんけど。語彙力失うわ、元からないけど。だからパスタとかも食べへんかったんか。こいつの父親、そうやったらどういうつもりやった？抱きしめる、突き放す。うわぁ、抱きしめる。今さら突き放されへんやろ。ねえカーラ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ？家族。ずっとよ。うわぁ、衝撃。ルーさんも家族になった。だから父親暴力振るったんか。何その笑顔、怖い怖い怖い。マーカスか、次は。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。
いやー、それだけじゃあかんよ。煽る決意、正義、憂鬱、いや、決意や。生きていると伝えただけだ。奴隷でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ。まあそれは言えてる。自由を手に入れたところで死んだら意味がないだろ。まあそれも言えてる。怒り的後悔、後悔はない。怒り。文句ばかりだな。じゃあお前は一体何をしたの？俺は戦ったぞ。少なくとも自由なまま死ねる。うん。拉致が開かないな。そうね。今はこれからどうするか決めないと。おしゃれしてるやん。対立対話隠れる。どうしようか。人間とってことやんなこれ。人間と対立するか、話し合って解決するか、このまま隠れるか。だからなんか貨物船に爆弾って書いてたから、 C4 爆弾、隠れるの危ない気すんねんな。対立するってなってもどうせジェリコの中におるから、対話がいいと思う。結局な、話し合いが一番。よし、対話にしよう。それしかない。ああ、下がった。一人で行くよ。過激派やな、ノース。お願いやめて。殺されるわ。かも。でもやってみないと。うん。戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。俺たちは傷ついてると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。いや、ほんまにな。うわー、てかアリスの衝撃がやばすぎてな、ちょっと悲しみ怒り増殺、やりきれない思い、やりきれない思い。自由を夢見た。その結果がこれだっていうのか。いやー、私たちを止めることはできない。リスクはつきもんや。何かを得るためには希望を与えてくれたのよ、私にもね。今回は肩出してないな。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。ほう。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。ああ、はいはいはい。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。マジか。爆弾か。バリマーカス、負けるわけにはいかない。アンドロイドっぽくない起爆装置やな。私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。受け取る、拒む。いや、爆弾なんかあかんよ。それじゃ人間と同じだろ。他にも方法はあるはずだ。そうだといいけど。ごめんよ、ノース。お前ポケット入れてたら押してまうぞ。明日何が起ころうと。あ、ルート解除。知っておいて。あなたに会えてよかった。ああ、可愛いとこあるやん。またか。それちょっとエロいねんて。うわ、キスするしないわ。するやろ、そらさすがに。うわ、人間っぽと一回ためらう感じ。照れてるやん、かわいい。いや、もう人間や。気をつけてね。絶対に死なないで。オッケー、任せろ。お前は爆弾で死ぬなよ。よし。これ船の操縦室か。おっと、コナーが。マイケル・スコフィールドに見えてきた、プリズンブレイクの。え？よくやりました、コナー。ジェリコの場所を特定し、指導者を見つけ出した。帰ってきたんか。びっくりした。捕まえ